VCT パシフィックの皆さん、こんにちは。アンセムです。デトネーションフォーカスミで IGL をしています。今日は私がどのように、ショットコールをしているか紹介します。今回紹介するのはデトネーションフォーカスミ対ペーパーレックスの、4ラウンド目です。僕たちはこのラウンド、相手が C に来ることを読んで C トラップを引いています。なぜなら、3ラウンド目で、相手の A の攻めをしっかり止めたので、このラウンドは C に来ることを読んで僕たちは C トラップを引いています。これは、基本的に僕たちの作戦で3度の裏にパラマイネで、あとはグレネードで隠れなくして、でスカイの形で手前と奥のやつカバーフラッシュできるように完璧に、相手を潰し切ることができるスキル合わせです。フラッシュを入れてグレネードを入れて、スカイのフラッシュも入れたら相手は逃げれなくて、こっちの完璧な作戦でラウンド取りました。今回は TS 戦、チームシークレット戦の9ラウンド目、僕たちが守り側のラウンドを紹介します。今このラウンドは僕たちは、A 側サイトはナノスワーム、ジェネレーターと、ここでサイト守りしてるんですけど、相手は、A メインにここにスキルをいっぱい使っていて、で相手がいつ A ラッシュ来ても、1回は止めれる配置になっています。スモークを入れてパラノイアを返して、で相手がすぐに入ってくるようにしています。でここで全振りのいいフラッシュが入って、相手は A サイトに攻めれなくなっていて、あとはクロスを組んで、ここで、前フが C バッシュにやられて、サイストがトレードを狙ったんですけど、取れなかったので、ソルダムを、裏に回るというコールがあったので、あとはサジェストが耐えるだけでした。でここでしっかりピークせずに、耐えてたんですけど、ジェシーバッシュがジェネのピークをして、サジェストがキルでラウンド勝ちました。僕たちのショットコールを見てくれてありがとうございました。もっと僕たちのいいプレーを見たかったら VCT パシフィックの配信を見てください。